パトリック・エベルトは、ドイツ・ポツダム出身のサッカー選手。ブンデスリーガ2部 FC ・インゴル・シュタットレイヨン所属。ポジションはミッドフィールダー。1998年に、ヘルタ・ベルリンの下部組織に加入し、2006から07、シーズンからトップチームに昇格した。デビュー戦は2006年7月16日に行われた UEFA ・インター・トットカップの対 FC、モスクワ戦で、 81分から途中出場した。1ヶ月後の2006年8月13日には、対 VFL ボルフスブルク戦でブンデスリーが2発出場し、次節の対ハノーファー96戦では初ゴールを記録した。それ以降、エベルトはヘルタ在籍時にブンデスリーが一部2部で90試合以上に出場した。2012年7月27日、 スペインのレアル・バラドリードと2年契約を結んで移籍した。2014年2月7日、ロシアの FC スパルタク・モスクワに移籍した。2015年7月25日、ラーヨ・バジェカーノと2年契約を結んで移籍したが、アキレス腱の故障により2015から16シーズンのほとんどを棒に振った。2007年から2009年までの間、エベルトは、 ドイツ U-21 代表で13試合に出場し1ゴールを記録した。2009年には UEFAU-21 欧州選手権2009優勝チームの一員となっている。ありがとうございます。